オラカマラは、ノルウェー出身の同国代表サッカー選手。D.C. ユナイテッド所属。ポジションは FW。スターベクイフの下部組織出身。16歳だった2006年10月1日、リーールストローム SK 戦で途中出場し、トップチームデビューを果たした。2007年5月、ヘネフォス BK に、レンタル移籍。2009年シーズン前の移籍期間最終日に、 ストレームスゴトセトイフと2年契約を結んだ。2013年1月20日に、オーストリアの SV リートに移籍し、直後に、ドイツの TSV1860 ミュンヘンに、レンタル移籍。2014年1月、FK アウストリアウィーンに移籍。2015年1月28日、モルデ FK に移籍。2016年2月4日、 メジャーリーグサッカーのコロンバスクルーに移籍。2018年1月、ギャシザーです。分配金40万ドルとのトレードで、ロサンゼルスギャラクシーに移籍。2019年2月27日、中国スーパーリーグの新鮮手族級クラブに移籍。2019年8月、250万ドルの移籍金で DC ユナイテッドに加入した。また移籍金とは別に、 海外選手の優先獲得権を持つコロラドラピッツに、対して20万ドルの一般割当て金が支払われた。15歳で、オスロの地域チームに選ばれ、その後 U-16 と U-17 のノルウェー代表でプレーした。また、U、U-23 ノルウェー代表にも選ばれている。2013年10月11日に開催された 2014FIFA フフワールドカップ。 ヨーロッパ予選のスロベニア代表戦で61分からダニエル・ブラーテンとの交代でピッチに立ちフル代表デビューを果たした。24歳の誕生日でもあった4日後のアイスランド戦では先発デビューを果たし55分までプレーした。父親はシエラ・レオネからの移民。2018年3月にアメリカのグリーンカードを取得したため MLS では国内選手扱いとなっている。 ありがとうございます。